東京 23FC 強化部長の吉田正樹です。2014年から加入させてもらって、選手として5年、スタッフとして今年で2年目になります。入団初年度に大怪我をした僕を大事にしてくれたクラブにはとても感謝していて、 JFL に昇格して何としても恩返しをしたいクラブです。それはスタッフになった今も何も変わっていません。皆様もとても苦労している中、支援していただきありがとうございます。感謝の気持ちを大切にして、この危機を乗り越え、応援してくださった皆様と共にサッカーを通じて活気のある生活を取り戻したいと思っております。